はい、皆さんこんばんは。ピアノ屋ドットコムの石山です。真夜中のピアノ屋ドットコム、久しぶりにまた撮影しております。今日は2016年5月の2日の真夜中12時前ですね。外はパラパラと雨が降り始めています。続々とですね、お嫁入りが決まっていきまして、今日はこのシベスタの208号ね、ちょっとミュージシャンの方ね、買っていかれましたけど、どんどんと今お嫁入りが決まってます。キティちゃんがですね、これなかなか売れない。私これ卸業者さんで見つけた時飛びついたんですね。もう絶対好きな方いらっしゃると思って。ところがね、キティラーってね、案外少ないですね。めちゃくちゃ音のいいピアノなんですよ。すっごい音のいいピアノですけど、これなかってもいいんだけどとか言っておっしゃるんですね。これがあるばっかりに仕入れね、めっちゃ高かったんで、あ、しまったなと思ってね。で、まあ私がこういう人の持ってないものとか、そういうものが好きなんですけどね。まあまあいいかということで、そのうちキティラーが現れるかなと。音のいいピアノなんですけどね。US55、今日これ気に入ったなーって言ってる方いらっしゃいましたけどね。どっちにしようかみたいにね。こちら208号がね、今日決まりました。そしてエンペラー、これね、何台かあった分のね、最後に残ってる分ですけど、言おうとするね、エンペラーなんですけどね。で、これがカウェの 804i ですね。そしてスタイニー、これもね、すっごい素敵な、本当に素敵なピアノですよね。スタインリヒの中での最高級モデルですけどもね、色が綺麗ね。で、アトラスのこれはちょっとしばらくありますけどね、ナイトン付きでこの値段は安いです。そして、ローゼンストックのね、この象眼入りのね、こんな可愛らしいものがあの値段ですからね。ここ全部売れてるピアノですね。最近売れたばっかりのピアノ、ここにちょっとね、下に置けないので置いてます。ディアパソンのミーちゃんねにあります。そしてヤマハのこれ U3M ですね。もう標準タイプのめちゃくちゃ音のいいピアノ、 US5X ですね。私これ結構ね、いいピアノだと思ってるんですけどね、なかなか。はい、A の 310S ですね。これは今日調律してね、音取り直しましたのでね。こっちがローゼンストックですね。グランドフメンデル大特価のピアノ、メルヘンです、メルヘン。そして、河合の、OP30 で猫足のグランドフメンデル。最近ね、グランドフメンデルのピアノ結構あるんですよね。UX の1ですね。今ね、こういうピアノが並んでますよ。そしてディアパソンの、これ結構平成9年の新しいディアパソンですね。そして、エンペラー、黒いエンペラーですね。これもグランドフメンデルです。106ね、大人気、超人気の106です。最近ね、ちょっと、仕入れ値が高いんでね、値段が昔より数万円ちょっと高くなってます。まだ上がりそうですね。中古ピアノの市場。そのうち下がるかなと思ったら大間違いでね、中古ピアノの市場は卸値がどんどんと上がっていってますね。まあ中国の爆買いの影響です。はい。そして新品の、C28、そしてコロナトラですね。そして、U31 と。これは裏に。減圧調整装置がついてるととんでもない希少なピアノですけどね、これが入ってます。今こういう状態です。で、大阪のね、吹田の倉庫にも今まだありますので、それもおいおいこっちに運んでこようかと思ってますね。そして、いつものように整備中のピアノもざーっと映しておきますね。もう夜中12時ですから、ちょっと音はね出せないですけど、これはねリメイクだと思いますね。 U7 ですね。これもリメイクですね。リメイクのピアノもご実家にあるピアノをうちに持ってきて整備したいという方すっごい多いです今ね。これもリメイクです。そしてこっちからもあるかな。これがこれ売れたやつですね。これはエンペラーだったかな。エンペラーですね。エンペラー今整備中ですね。これが U30A ですね。これも整備中です。これ UX ですね。これも整備中です。これはリメイク。ね。ご実家のピアノ持ってきはりました。そして、これは、ワグナーの W3 整備中ですね。そして、これは、U1 ですね。U1。これ、寄付のピアノだったかな。そして、これね、ちょっとそういう福祉施設にね、時々うちは寄付をしています。ね。そして、U1 ですね。そして、
これが大橋ですね。これはディアパソンです。これがね、あの A 文字で書いてる MB600NA って、今ちょっと綺麗になんか全部ねバラして調整、綺麗ですね。あの70代のおじいちゃんがね一生懸命ね細かいところをこう磨いてくれてるんですよね。そして、これ中全部バラして見てください。この部品ピアノってねこんな部品あるんですよ、いっぱい。これ全部一本一本ですね、あのピンの調整、これねからくりのこんなピンあるでしょ、これがねこういうところに入ってるんですよ、こういうところに。これを抜いて新しいのに変えたりとか、動きをやっぱりきれいにするためにちょっと傷んでるものはこのようにね全部これバラしてやってるんです。なので時間かかるんです。今納品待ちのピアノこんだけあるんです、これ全部30代ぐらい。これはまあ偉いことですね。ちょっとねあのシルバー人材のおじいちゃんに助けてもらおうということを今考えております。130の GW ね、これもねおじいちゃんたち磨いてくれてビッカビカでしょね。見えないとこなんですよ、ここ蓋開けないとね。そういうところでもねこだわってきちんとやってます、うちはね。あの外だけちょいちょいと磨いて綺麗でしょって売ってるんで、そういうことはしません。職人の意地にかけても綺麗にしていきますね。これは UX ですね、もう超人気モデルです、ヤマハね。そしてこれは130の B2 ですね。今ちょっと駒のところをね修理してると思いますね、駒ってこの、 あの音を伝えるねところですけど、はい、これ象牙ですよ、象牙黒炭ねピアノですね。徹底的にね修復してますよ。そしてこれがここね、おじいちゃんの磨き場所なんですけどね、SR の8ですね。これちょっと急ぎでね、今やってるピアノです。これが今日撮影したばっかりの KU5 というね、ピアノですね。あとここにも2台、売約済みで、まだ手を入れられてないピアノがあります。アクションも外してありますね。このようにいつも長くなっちゃいますけど、真夜中のピアノ屋 .com ということで、まあ、スタッフね、まあ、あのちょっとまだ増強しないといけないんですけども、ゴールデンウィークの連休中も社員は出てきてですね、お待たせしてるもんですから早くお届けしようということでね頑張っております。はい、私もちょっと眠くなってきましたので、いつもより声のトーンがちょっと低いですね、すみません。これ撮影終わってアップしたら寝ます。はい、5月の2日、ゴールデンウィークの途中ですけども、ピアノ .com の現在の状況をご報告させてもらいました。お届くのを待ってる方、本当にごめんなさい。急いで急いで頑張ってますので、どうぞご了承ください。それでは、またお会いしましょう。さよなら。